こんにちは、お肉です。今回はたくさんリクエストをいただいていたライブにこれを持っていくといいよっていうものをね、たくさん紹介していこうと思います。で、今回はまあバッグからこれはね絶対に必要だよっていうものと、あとこれはねできればあった方がいいんじゃないかなっていうものまで、今回夏のライブなので、まあ夏のライブにぴったりだなっていうものをいくつかまとめてみましたので、最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで、まずバッグなんですけど、まあこれはね、まあ個人差があるので、まああれなんですけど、でもうちわとかペンライトを持ってかれる方って、まあそんなちっちゃいカバンじゃいけないじゃないですか。で、私個人のあれなんですけど、まあ個人的にはちっちゃいカバンと大きいカバンを持ってくのが私は毎回やるかなっていう風に思ってて、っていうのもなんか大きいバッグ一つだと、どっか行く時とかもさ、ちょっとお金とか貴重品が入ってないものを置いて行きたい場合とかあるじゃないですか。でもでっかいバッグだと全部一緒に持ってかなきゃいけなくなっちゃったりするので、友達にまあカバンとかを見てもらって、それでねお手洗いとか行く時とかだとしても、なかなかちっちゃいカバンの方がすごく楽なんじゃないかなって個人的には思うので、リュックとかでも全然いいかなって思うんですけど、まあ私だったらまあ斜め掛けのまあちっちゃめのバッグに、まあお金とか携帯とか、まあその他ね、ちょっと前これから紹介していくものを入れて、もう一つ大きいこんな感じのバッグになんかうちわとかそういうものを入れていこうかなと思っています。推しメンのカラーとかにもできると思いますので、NiziU もね、最初のミキハピの時のグッズにこんな感じのバッグが出たんですよ。で、これがうちわとかも入るし、結構いろいろ入って万能なので、まあちっちゃめのカバン、今までだったらあのシーグリの時の斜め掛けのカバンとかもあったし、まあちょいちょいねちっちゃいカバン NiziU出てると思うんですけど、そういうものと一緒に組み合わせたら可愛いんじゃないかなと思います。そしてここからはインスタストーリーの方で前に募集した皆さんからのね、ちょっとこれあるといいよっていうものを、私の中で絶対必要だなって思うものはですね、携帯、まあこれは当然、そしてお金、はい、そして充電器ですね。もうこれはね絶対いるから、今ってもうこの電子チケットになってるじゃないですか。で、電子チケットがなんかそのね、チケットをこうやって指で押してパッてスライドするものなのかな、なんかそういう感じで、結構そのもちろん携帯の電源がついてないともう話にならないので、絶対にその朝からさ、グッズとかで並ぶことって多いじゃないですか。なので、そういう時のためにも絶対に持ってた方がいいなって思うし、私はねこんな感じの充電器を買ったんですね。で、これが1200ぐらいだったかな、結構ね大きいんよ。で、私は編集とかもあるし撮影とかもするから、結構大きくないとっていうか、1回以上ね絶対充電できないと嫌で、まあ、2回ぐらいは最低できるものを持ってくんですけど、まあ今ね軽いものも出てますし、まあ皆さん自身でそういう充電器はあった方がいいんじゃないかなと思います。で、もちろん充電コードあればいいかなと思います。で、次がうちわかペンライトですね。もうこれに関しては私は多分どっちもね持ってきますし、まあどっちかしかない方は、まあうちわペンライトどっちかあった方がいいと思うんですけど、まあこれはね、なんか振りたくなるライブだと、だからやっぱ必要だと思うし、まあ席とかにもよると思うんですけど、やっぱりねアピールしたいし、もうなんかみんなで一体感、なんかこのね、ペンライトがキラキラ会場で光ってるね場面とかって外のフェスとかじゃなかなかできないんですよ。やっぱ中で NiziU があのバズリズムの時にめちゃめちゃ感動してくれてたと思うんですけど、今回 NiziU だけなんですよ。なので NiziU だけの空間でやっぱキラキラペンライト光ったら、もっともっと喜んでくれるんじゃないかなっていう風に思いますんで、まあペンライトかうちわはあった方がいいかなっていう風に思います。まあペンライトに関しては絶対に電池の替えはあった方がいいです。本当にね切れることあるんですよ。途中で切れてしまったらもう元も子もないので、絶対にね電池だけは替えを持ってっていただけたらなと思います。はい。で、私はねちょっとお誕生日の時に来てくださった方からいただいたペンライトを持ってこうと思うんですけど、それが本当にすごいの、見てこんな感じになってるんですよ。もう全部色塗ってくれて、こんな感じでオリジナルペンライトですよね。こうやってちゃんとマヤって入ってて、ここにねちょっと今外しますが、お肉っていう風にも入れてくれてるんですよ、ここ。はい。なのでこれすごい特別なペンライトだなと思ったので、ちょっとこれを持ってかせていただこうかなと思います。そして次、タオルですね。もうこれに関しては各会場の限定のタオルがあったら、もちろんそこでねこうやって広げて写真とか撮ったりしたら、もう来たぞみたいな感じなので、すごくいいんじゃないかなと思うんですけど、私ね自分の行く会場とその推しのまやちゃんのあのデザインしたタオルが全然違う場所だったんですよ。なので、まあ、私はちょっと違うタオルになっちゃうかもしれないけど、まあ、タオルはねあった方がいいかなって感じで、今回のグッズじゃなくても今までね NiziU のタオル結構あったし、まあ、最悪そのなんかのタオルは必要
だなっていうところも絶対夏だし、まあ、暑いと思うからタオルは必須だなと思います。まあなんかね振る曲が あるかわかんないけど、まああったとしたら使えるしね。そして次が、まあ、エコバッグとかの大きいバッグですね。まあこれに関しては先ほど紹介したバッグが大きかったら問題ないんですけど、なる会場限定のグッズを買いたいってなって、それが多分ね袋もらえないところが多いと思うんですよね。私が最近行ったライブとかは結構グッズの袋はもらえないから自分でエコバッグ持って行ってって感じだったんで、まあエコバッグとか、まあそのグッズが入りそうなカバンはあった方がいいかなと思います、買われる方は。そして次が、ね、飲み物です。もうこれはね私持ち込めるか持ち込めないかわからないんですけど、もう絶対にいる、てかもうグッズ並ぶ人とかは確実に持ってかなきゃいけないっていうぐらい、もう暑いことが予想されてるので、塩分取れる飴みたいなのありますよね。なんかそういうのでもあった方がいいし、なんかねもう暑くって絶対熱中症になる方とか出てきちゃうと思うので、そこら辺はもう自分の身は自分でしっかり守って、その後に20に絶対合わなきゃいけないので気をつけていけたらなと思います。そして次がお金カードどちらもです。これは私もこの前違うグループのライブに行った時に、なんかねカードしか使えないレジと、あとお金とカード使えるレジとかいろいろあったんですよ。で、まあ、これカードが持てない年齢とかはもちろんしょうがないんですけど、まあねカードが持てる年齢の方とかはどっちも一応あった方がいいんじゃないかなって思ってて、まあ列とかもすごい長いと思うし、やっぱスムーズにね決済するためにはカードだけでもやっぱ微妙だと思うし、お金にプラスでカードがあったら、まあどちらの決済でもうまくいくんじゃないかなって個人的には思ったので、自分の買われるグッズ分ぐらいの現金は持っていくのがベストなんじゃないかなと思います。そして次がティッシュです。はい、もうこれタオルでいいじゃんって思う方いらっしゃると思うんですけど、ダメなんですよ。絶対ティッシュじゃないといけない。私ね本当に思うのが、絶対にこのライブ20からしたら待望のライブだから、もう絶対に泣いちゃうと思うの。そういう時にもうね、特にメイクされてる方とかはなんですけども、タオルだと崩れるんですよマジで。なのでティッシュでもうこうやってね拭いてください。もう大事にね拭くなら絶対ティッシュの方がいいと思うし、まあ、ティッシュね何かとあれば絶対便利だと思いますので、まあ、これも必要だなと思います。そして次がね、これも本当にあった方がいいと思うのがハンディファンです。はい、これはねもう手持ちの扇風機のことなんですけど、もうこれはね絶対いると思いますよ。もうこれあるだけで全然涼しさ違うし、私大好きなんですよ。もう絶対夏はこれ使おうみたいな感じで、なんかね結構今回は大型のを用意しちゃうかもってぐらい今回暑いと思いますので、ちょっと気をつけてね皆さん対策なさってくださいね。そして汗拭きシート、もうこれもね私はあった方がいいと思います。もうこれに関しては、まあ、なくてもタオルで拭けばいいかなと思ってる方もいらっしゃるので何とも言えないんですが、個人の主観的には、まあ、私は絶対に持ってきたいなと思ってて、特に私このマイナス3度になってる汗拭きシートがめっちゃ好きで、拭いた瞬間に外は暑いのにめっちゃ体が冷たくなってすっごい好きなんですよ。ね、匂いとかもすごい好きなので、これはね私個人的にはあった方がいいんじゃないかなってすごく思いますね。まあ、これじゃなくても清潔にした方がいいかなって思うので、まあ、個人的には汗拭きシートは押します。はい、そして、まあ、絶対に持ち込むもの最後はですね、楽しむ気持ちですよ。もうこれは絶対いる。もうなんかいろんなこと、毎日皆さんもお仕事とか学校とか大変なこといろいろあると思うし、もうおたかつしててもいろいろあると思うんですけど、もうとにかく20円の愛をねもう解放させてください。もう声とかは出せないと思うんですけど、それでも、うん、解放してほしいなって思います。やっぱ20を初めて見る方もたくさんいらっしゃるでしょうし、まあ、20の単独ライブっていうのは絶対に皆さん初めてなので、みんなでめっちゃ盛り上がりたいなって思います。心の中だけでもね、まあ、そういう気持ちを持っていけたらなと思います。そして次がね、できればこういうものもあるといいよっていうものに関してちょっとお話しします。はい、でまずね一つ目がフォトスティックですね。はい、でこれはねわかりますかね、この前20のグッズで出たこちらなんですけど、なんかこれ多分棒を持って例えばこういうところで怪獣来たよみたいな感じで写真撮れると思うんですけど、これね買われた方は持ってった方がいいと思いますね。やっぱそれぞれの場所で推しとねその怪獣と一緒に写真が撮れると思いますので、はい、あった方がいいかなって思います。で次がですね、冷えピタですね。もう冷えピタはまあ 100% ではないし、私は持ってくかわかんないんですけど、なんかね冷えピタってやっぱ貼ってるだけで涼しいよ。だからなんかほんと長時間並ぶちょっと予定がある人とかは結構ね冷えピタ韓国とかではね貼って並んでる人多いんで、全然もう恥ずかしくなくもう貼っていきましょうということで、特に近い方とかはなんか持ってけるじゃん家から冷たいまま、だからそういうのもありかなって思います。
で次が双眼鏡です。これはね席によってなので絶対にはしてないんですけど、もちろんその1列目とかさ2列目とかだったらあんまり関係ないことかもしれないけど、まあ、いろんな席があるので、まあ、席がめちゃめちゃいいっていうわけではなかったらちょっと双眼鏡あってもいいかなっていう感じ。もうこれは肉眼で見たい人もいるし、でも近くのなんか細かいところまで見たい人もいるから、もうこれはね皆さん自身が決めることかなと思って、こういうのもあるよっていうふうに一応挙げさせてもらいました。そして次が絆創膏なんですけど、まあ、絆創膏は、まあ、あった方がいいかなって思いますね。まあ、そんな数枚でいいからさ、なんか友達とかが靴ずれしてたらパッて貸してあげれるし、なんか自分がちょっと怪我したらつけれるしみたいな感じで、まあ、やっぱね、その日を一番楽しむためになんか不安があったままじゃ嫌だなって思う方は持ってった方がいいかなっていうふうに個人的には思いました。そして次ね、これに近いかなって思うんですけど、薬ですね。私は頭痛薬とかは絶対持ってくし、何があるかわからないんで、まあ、皆さんその普段飲んでるお薬とかあったら持ってった方がいいかなと思います。そして次がね、ぬいぐるみですね。これちょっとね作っていただいたものなんですけど、こんな感じでちょっとなんか持ってくのもいいかなと思うので、私も会場によってはちょっと持ってけない声もあると思うんですけど、もうこれ持ってったら可愛いじゃん。だからなんかみんなで推しと一緒にこうやって撮るのも素敵だなっていう風に思いますんで、みんなさんの推しのちょっとぬいぐるみ持ってる方は持ってこられるのもいいんじゃないかなと思います。そして次にね、マスクの替え、もうこれもまあ用意できる人だけでいいかなって思うんですけど、結構汗かくだろうなってめっちゃ思うんですね。で、まあ、一番ね薄くて私が一番使い心地いいこの夏にぴったりなマスクは涼やか心地っていうマスクなんですけど、まあ、これめっちゃね息しやすい、だからすごい好きなんですけど、でもなんかさマスクの中結構さベタベタになっちゃったりするじゃないですか。なので、まあ、私は替えのマスクは結構常に持ってるようにはしてるかなっていう感じです。そして次がトレカ、もうこれも写真撮るよで、まあ、必要な方は必要だなと思ってちょっとお話しさせていただきました。そして次が日傘ですね。まあ、日傘も日焼けしたくない方は持ってった方がいいかなというちょっとチェックリストに入れておきますね。そして次がクリアファイル、これね何人かいらっしゃったんですけど、会場で紙とかもらうじゃないですか。で私結構ガサツだからそのまま折りたたんじゃって普通にカバンにバッみたいな入れちゃうタイプだったんですけど、だけどやっぱりそのライブでしかもらえないその紙なので、ちょっと大事に保管されたいって方はそのクリアファイルを持ってって後からそうやって挟んでもいいかなって、結構やっぱもらえること多いんでね、そう思います。この中でちょっとまだ他に必要なものがあるかもしれないし、ちょっとそこら辺は皆さん次第だと思うんですが、まあ、ちょっとこれも必要なんじゃないかなって結構思われる方とかはちょっとコメントで書いていただけるとね、ちょっと私もありがたいなと思いますんで、いろいろ教えてくださったら嬉しいです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。